不快呀。うひょー、綺麗な球だ。右、まあ出てきてるでしょう。完璧に当たったと思います。で、5番です。これですね。ナイスショー。ナイスショー。ありがとうございます。もちろん、飛ぶフェードで。残ったっすね。残りました。うん、おわしすみたいなとこに。ここだ。ここだ。振っていくよ。振るな。振っちゃダメ。だよね。はい。気持ち悪いなりに打ってください。ゆっくりね。もっと下振って。球届いてないよ。下振って。球届いてないよ。OK。あ、やばい。やっぱりな、届かないんだよ。まあ、ちょっとフェアウェイ若干ギリで。おお、いい球だ。はい、よっ。え？群馬の？群馬の？群馬のエリスのジェットゲーム。え？群馬の太田双葉ですね。いやね、やめてそれ。え、どう、え？そうなん、そういうの作るかじゃあ。群馬の？お前そうなん。そうなん。そうなん。なんなん。群馬群馬。まあ4ですね。まあ4です。このライは得意です。いくねー。そうです、そういうもんだよ。骨盤でちょっとがっつきます。おい、お、いいドローですね。もう一人ドリッグナイト。お、いいじゃないですか。おお、風だね。がっつき良かったじゃないですか。うまうま、ちょっと上げてるんでピッチングでがっつきます。やっぱ弾かれますわ。ふわふわしてるじゃないですか。カチカチなんですよ。弾かれました。オーケー、ナイスアウト。過去一。
まあバンカー動画なんでね。どこのチャンネルだ。下ってない。下ってない。何でしょうか。さっきから下りになるので、ショート。なぜか。下り見すぎてショート。なんでですかね。すいません、クリーンシップさんこうなっちゃうからさ。しかし、しかし。ゴリを残した。ありがとうございます。ナイスバーディー。イエーイ。ナイス。オッケー。よし。ナイス。ダボ。ナイス。入った。これで1-1になってしまいました。はい。すいません、ダボです。謙虚。よし、すみません、お疲れ様でした。まだお疲れ様でした。おぎダメだー、パーが取れない。フラッグを、うん、最後ギリ見えないです。まあ、ピンが旗方向狙って、そこからスライスかかればスライスですかな。はい。おお、宣言通り。宣言通りでしたね。おお、ナイスショー。ナイスショー。先っぽですけど。全然最高だよ。結果オーライ。撮影終了の時間です。はい、終わりっぽいね。そうだね。じゃあ行きましょう。このホールで終わりですよね。じゃあ15番ホール280ヤード。オーケー、ナイスショー。よかったね、グリーン。やり直しできるじゃん、俺と。確かに。いいと思いますよ。そうだよね。巻く。危ない。危ない。よかったっす。あ、乗った。だけど、ナイスターン。あ、こぼれたかな。ちょっと足りない。ねえ。40。行きます。開いて。あー、全然40ヤードじゃない。
見たね。オッケーオッケー。ちょっと狙ってみたが。うん。いやー。今のは難しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ15番で終了、日没で。はい。なんて言うんでしたっけ、日没サスペンデッド。サスペンデッド。終了になりましたけど、まあご覧の通りスコアはまあ僕はボロボロでしたけど、もっとボロボロのグリーンがいて、まあ正直ね今のレベルじゃまだ相手じゃない。間違いねえ。ちょっと相手なんだよ。まあ途中で終わったってことでまたリベンジできるからよかったね。いやもうこれね、あれですよ、まだ負けてないですからね。そう、完全に負けてないからね。分かんないね、20打叩くかもしれないからね、一応でね。ちょ、お前いいな、それはいいでしょ、今のはグレーも、今日初めて参加でしたけど、いかがでしたか。そうですね、僕初で、まあ、参加させてもらって、そうですね、なんかこういう感じで撮るんだなって、とりあえずまず第一印象、普通にあこういう感じなんだな、まあ、最初はちょっと実はドキドキしてましたよ。うそ、本当ですか。本当ですか。本当です。隠してましょう。本当ですか。隠してましょう。隠してで、まあだんだん 2,3 ホールでやっぱりまあ慣れてきて、そうですね、いい感じかなと思いや、アプローチが寄らずでパター入らず、最悪です。すいません。反省します。反省です。デニスのジェット機は見せられたと思うんで。あ、そうだね、めっちゃ飛んでたもんだって、びっくりした。しかもさ、飛んでる割にさ、まあ、割にじゃおかしいけど、精度がめちゃめちゃいいんですよね。だってフェアウェイキープ率やばくない？そうですね、僕基本今、携帯に入れるアプリでスコアをやってる、今平均が 85% です。フェアウェイキープ率。これからヨシヤプロイコールエビスクールじゃグレーなんですけど、はい、僕のレッスンにはヨシヤプロとしてグレーなんで。わかりました。はい、はい、いろいろ動画でやりましょう。呼び方はグレーでいいですか。あのレッスンの時はヨシヤプロです。あ、こういう時はグレーでいいですか。はい、ラウンド動画はエビスクールじゃグレーです。わ、はい、かりました。まあ本当にお兄さん、はい、緊張感ある戦い楽しかった。いやそうですね、僕めちゃめちゃ緊張した。めちゃめちゃ緊張しましたね。絶対負けられないと思って、もう昨日からね1時間しか寝てないから、
しかも700球やっても手もボロボロで。絆創膏ばって。そう、絶対負けられない。足も絆創膏で。めちゃめちゃ練習して、まあ、スコア全然作れなかったし、負けてもおかしくないですから、ね。まあ、あの緊張感が崩れるそうですね。崩れるのがいいんだね。だけど、まあ、その僕85切りの企画があるじゃないですか。でそれの緊張感を今日あったんで、そこで どんだけ出せるかっていうのを自分の中で試したかったんですけど、もうボロボロでしたね。やばいですよね。なるほど。そう。やっぱ緊張乗り越えないと、まだ全然足らないんですよね。エンタルスポーツですからね。まだね、またグリーンとレッドも再戦します。で、はい、このチーム戦も必ずまた再戦するので、まあ。とりあえず今日は謝っておきます。はい、すいませんでした。いやいや、謝る方向が違うんじゃないですか。負けました。負けました。脱帽。もうすいませんでした、こんなひどいゴールでね、見せてしまってね。まあ僕らからは以上なんで、はい、まあ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。反省会でもしてください。そうですね。怖いですね。したいと思います。お疲れ様で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 す。バイバイ。なんつーの。あ、じゃあ今日の反省は何ですか。今日の反省ですか。はい。良かったところと悪かったところを一つずつ教えてください。まあ、まあドライバーがクソ、うん、悪いところね、アイアンがまあまあ良かったかなっていう。良かったところだね。良かったところ、まあ当たってたってことだよね。なるほど。自分の中で捕まってる感じは、あ、ちゃんとこれ捕まってるっていう、うん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 、まあ、なんで、まあ、今回そのスイングがさ、若干さ変わりつつあるのよ、グリーンの中で。前あんなスイングしてなかったから、うん、基本的にはなんかあのフェードってかスライス打ちだったから、アウトサイドインから入ってきてたのよ。それがなんかだんだんインサイドアウトになってきちゃって、今日それがすごくきつかったわけね。なんでドライバー、まあ、長いクラブになればなるほどやっぱりそれ、そのフックがきつくなっちゃうから、なんでチーピー打っちゃってたわけ。なんでそれをまあちょっと抑えるイメージを作ってもらったんだけど、やっぱそれでもなんか今度球の高さがね合わなくなってきちゃったから。確かに。もっと下だよって言ったのに下を振らないっていう、ちょっとよくわからない感じになっちゃったんですけど、ああいう時はもう地面シュッてするぐらい、もうダフるぐらい、ダフるんじゃなくてするの、するぐらい、ね、だからウッドでするでしょ、地面、ね、うん、アイアンとかでするでしょ。それと同じ風に素振りをしてほしかったの。素振りをね。そう、なるほど。じゃないと球に当たんないじゃん。とりあえず空中振ってたらさ、どれだけ空中振ればいいんだかなんてさ、できないでしょ。調整とかできないじゃん。なんでそれを、まあ、地面をするぐらいな感じで素振りをしていただけると最高でしたねって感じかな。そっか。まあ、あとはそのやっぱり気負っちゃったよね、すごくね。あの気負いましたね、うん、吉野さんの、あ、グレーの、あのスイングとか最初やっぱ見ちゃったし、音も聞いたし、あと球筋とかね、やっぱ見ちゃったんで、すごいなんか俺もっていうね、うん、感じが、ね、アドレナリンめっちゃ出たかもしれないですよね。まあ、アドレナリン出て、あれじゃ困っちゃうから出さないようにしておかないとね。やばいよね。途中からだから吉野さんのスイング見んなって言われたんですよ。見てないんですよ。で、音がすごくて、音だけでも結構やられます。じゃあ耳栓しとくか。そん時だけこうやって耳突っ込んで。なんかね、勝ちたかったんですよね、多分ね。だからその気負い、勝ちたいっていう風にしたから、その勝ちたいがやっぱり空回りしてたわけじゃない、うん、なんで。とてつもなくね。いや、そうでしょ。なんで、その、勝ちたい気持ちはすごいよくわかるんだけど、勝ちたいために何をするかっていう話なの。だからその前の準備段階で何をするとか、まあ、あとはその当日何をするだとかっていうのを決めないとダメなの。やってないで、とりあえず勝ちたいって言ってるだけだったじゃん。言ってたから勝てねえんだよ、うん、そう、ゴルフはね。いい経験になりましたよ、これは本当に、うん、この緊張感、うん、味わっていてよかった。これが多分初っ端85切りの試験ですみたいな感じだったら、もう多分やばかったでしょうね、うん、そうだね。これをちょっとね、糧に、うん、はい、はい、じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。すいません。TYK 今日、TYK、 TYK、 とてもやらかした。普通にじゃなくて、まあ、ちょっと普通にじゃなくて、普通にあのシチュエーション別な感じで。そうですね、シチュエーション別で、はい、まあイエローってやったような感じで。いやー、いいっすね。そんな眠くないでしょ。ネットフル行きなのに。マジで。じゃあもうみんなで、ね。